こんにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。今回は夫婦旅です。ウィーンでレンタカーを借りてオーストリア周遊の旅です。今日は2つの世界遺産を巡ります。ゼメリング鉄道とノイジードル湖です。ウィーンにだいぶ戻ってきました。それではどうぞ。9月8日オーストリア8日目、グラーツの宿を出発します。市街を抜けるまでが緊張の瞬間です。高速道路をウィーン方面に向かいます。時速130キロ制限の標識です。ミュルツ・ツーシュラークに向かいます。ゼメリング鉄道はミュルツ・ツーシュラークとグログニッツを結ぶ路線です。ゼメリング鉄道に関する掲示板があります。ここはミュルツ・ツーシュラーク駅です。駅に電車が止まっています。ゼメリング方面です。駅舎です。ゼメリング駅に車で向かいます。ゼメリング駅です。ゼメリング鉄道の案内地図です。ミュルツ・ツーシュラーク方面です。グログニッツ方面です。電車が通り過ぎていきます。プラットフォームの一角に鉄道技師、ゲガの人、世界遺産の表示があります。ゼメリング鉄道として世界遺産に登録されています。駅舎はゼメリング鉄道の展示室になっています。ジオラマもあります。展望台があるというのでやってきました。ここで車を止めて歩きます。展望台への表示があります。ちょっとしたハイキング気分です。見えてきました、展望台です。鉄道が見えます。アップにします。鉄道ができるまではこの峠を馬か徒歩で越えるしかありませんでした。そんな山あいにブライテンシュタインという町があります。ブライテンシュタインの駅をさらにアップにします。アルプス山脈にいくつものトンネルや橋を作り、1854年に開通しました。二重アーチのカルテリンネ橋です。木が邪魔ですが、その上を列車が通ります。カルテリンネ橋とブライテンシュタインの街を俯瞰できる場所がありました。ブライテンシュタイン駅に来ました。まさに峠のど真ん中の駅です。機関車だけが通り過ぎる通過です。
校内に当時の橋の工事の様子が描かれているパネルがあります。鉄道技師ゲガは路線建設に鉄よりも石やレンガを多用しました。踏切を電車が通り過ぎます。高速道路に向かいます。お昼はスープ付きのパンとソーセージです。アイゼンシュタットからハンガリー方面に向かいます。そろそろハンガリーです。オーストリアの国境を抜けるとハンガリーです。冷戦時代、オーストリアとハンガリーは鉄条網のフェンスで国境は閉ざされていました。1980年代後半、ハンガリーで民主化の模索が始まっていました。1989年、ここでピクニックを行うという名の政治集会が開かれます。そしてついに東ドイツの市民が国境を越えて亡命に成功します。後にベルリンの壁崩壊へとつながる歴史的事件でした。一部に当時の鉄条網が残ります。オーストリアに戻ってルスートに向かいます。ルスートに着きました。ワイナリーが軒を連ねる町です。美しい教会が建ちます。正面が市庁舎です。市庁舎広場はカラフルな建物に囲まれています。領主の教会と言います。内部に13世紀のフレスコ画がありますが撮影禁止です。下ったところから見た広場です。ノイジードルコの駐車場に止めます。ノイジードルコはハンガリーにまたがる大きな湖です。世界遺産にノイジードルコの文化的景観として登録されています。本日の宿のあるアイゼンシュタットに向かいます。アイゼンシュタットの中心に来ました。この辺りにホテルがあるはずです。駐車は青線の中、奥様を車に待たせてホテルに確認に行きます。こんな奥まったところにホテルがあります。駐車はさっきの場所が夕方4時から翌朝8時まで無料だそうです。ホテルから通りの方面です。随分と中に入り込んでいます。部屋はモダンな感じです。ホテルのすぐ隣がドーム教会です。町一番の通りに来ました。ペスト塔があります。市庁舎の横の路地を北に向かうとフランツィスカーナー修道院があります。教会の前の道を西に向かいます。ハイドンハウスに到着です。ここアイゼンシュタットはハイドンゆかりの地です。ウィーンではハイドン終焉の地に行きました。ハイドンが愛用したものであろうか。ハイドンハウスからそのまま西に歩くとエスターハーズイ城に出ます。エスターハーズイ家の城でハイドンが宮廷音楽家として使えたことで知られています。その城の斜め前にリストの像があります。リストはここブルゲラント州ライディングで1811年に生まれました。1918年までこの地はハンガリー王国の一部でした。さらに西に行くとシュピタール教会が見えてきます。
そしてさらに西に向かうとベルク教会があります。西へ西へと随分歩いてきました。ベルク教会から東の方面です。教会内部です。ここにはハイドンの墓所があります。時間外で墓所には入れませんでした。町に戻ります。レッドカーペットを引いてファッションショーが行われています。モデルさんかわいい。ホテルに戻ってきました。この地図がわかりやすい。今日はピザを持ち帰ります。オーストリアをバッハウ渓谷、ザルツブルク、ハルシュタット、グラーツ、アイゼンシュタットとぐるりと巡りました。いかがでしたか？オーストリア最後の夜となりました。明日はウィーンからワルシャワです。ご視聴ありがとうございました。